本日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。3週間ぶりのスパラボでございまして、そうですね、なんかちょっと緊張しました。確かにそうだね、離れたらね。はい、うん、そうなんです。はい、で今日は、ドラ1の中村翔生、いい男だった、見た感じどうだった？優しい。優しい、はい、監督もおっしゃってたんですけど、うん、本当に優しいです。で、その、あの監督から見てもチームメイトとかと、うんうん、あ、やんちゃわないで、最初はまあ中学校の時はやんちゃったけど、やっぱりそれ高校で変わったのかな。じゃあ、まあ、あの監督が本当に、うん、その野球はもちろんなんですけど、なんか人間力を重視されている方で、なんかこうプロ野球選手になっても、うん、あ、なんかグラウンド外でも素敵な選手だねって言われてほしいっていうのを監督はおっしゃってたので、まあ、ソフトモヒカで怒ったっていう話もあったんですけど、うん、そういうのもちょっと変わられたんですかね。そうでしょうね。まあ、その3年間でね、うんうん、まあ、責任感も出たし、はい、チームキャッチャーとしてやっぱりこう、さっきあの違う方向を見てるじゃん、うん、やっぱまとめなきゃいけないっていう気持ちもあるんじゃないの、うんうんうん、そう。でも受け答えがしっかりしてたくないですか。私はふんわりした質問に対して、高校生の時でしっかり答えてくれて、はい、でその、まあ、この VTR に入らなかった部分をね、うん、ちょっと今日はスポラバチャンネルで話そうかなと思うんですけど、うん、あの甲子園のことを聞いたんですよ、はい、で甲子園でこうどんどんその注目が上がっていくじゃないですか、うん、どんどんね、うわー中村だみたいなのになったじゃないですか、うん、あれって緊張しなかったんですかっていうのを言って、うんうん、さ、なんかいつも自分が打席入る時って結構大事な瞬間が多かったと、打てば勝つとか、うん、逆転だとか、あ、そういういいとこ回ってくるんだね。そうなんですよ。でもその時って、でもじゃあプレッシャーじゃないですかって言ったら、なんかプレッシャーはもちろんあるんですけど、うん、そういう追い込まれた場面の方が力が出やすいんです。あ、そんな勝負強い、うん、すごいと思って。確かに、まあ、いい性格というか、そういう勝負強いバッターっているし、うん、はい、そういう感覚はね、何回かあったことあると思った。まあ、僕もね、こう大事な時にこう力出たりあると思う、うん、それはいいことだよね。うん、まあ、中にはやっぱりこうここっていう時にね、こうプレッシャー負けて打てなくなる選手もいるので、そういうふうな、なんか自分がこうそういうふう選手だと思っていること自体がいいよね。うん、そうですよね、うん、客観的に見てて、そうなんです。まあ、確かに甲子園で3本4本とホームラン打った時に絶対なんか注目されてたもんね、うんうん、すごかったですよね、うん、体はどうだった？体やっぱり大きかった？大きいですね、うん、でも結構あのね、プロ野球にも取材行ってるから、はい、プロの選手と比べてやっぱまだこの辺ちょっと華奢な部分もあった、うん、あ、そうですね、その、まあ、いわゆる例えばそのね、鈴木誠也選手とか、うんうん、やっぱりちょっと違う、やっぱまだね、まあ、やっぱちょっと違うんですけど、うん、なんかなんだろう、高校生で入ってきた選手っていう感覚ではなかった、うん、ああ、そうなんだ、はい、ああ、じゃあその部分もいいね。なんていうんですかね、まあ、高校生で入ってきてはないんですけど、西川選手とか例えばちょっと最初、はい、ね、そっかって今年結構出られたじゃないですか、うん、まあ、比べるとって言って失礼なんですけど、でも本当に、うん、結構がっちりしてた、大きかった、まあ、背も高いので、背も高いね、はい、がっちりしてましたね。足も速いっていうのがいいしね。そう、俊足らしいですね。キャッチャーってだってイメージがさ、うん、まあ、どちら、まあ、自分たちがいけてると少しね、ぽっちゃりめの感じの人がキャッチャーで、キャッチャーなんかやりたくなかったもんね、うん、ね、小学校3年生の時に乗りたかったって言ってたしね。はい、なんかね、本当に、うん、で、ちょっと勉強が苦手と、うん、まあ、それは野球選手は大体苦手ですよ苦手って、はい、あと、ちなみにですね、うん、あの好きなタイプも実は聞いてたんです。好きなタイプ、はい、女性の、はい、カープ女子の皆さんにと思って聞いたんですが、うん、ですね、明るくて気遣いがちょうどいい程度にできる人、うん、ああ、いちいちこう聞かれるのはちょっとしんどいけど、うん、たまにこうちょっと自分が違うなって感じたら大丈夫っていうぐらいの、ちょっと難しいなって言ったんですけど、確かにそれはそう難しい、はい、あまり気づかれるのもね、あれなんで、はい、皆さん、たまりの優しさを、たまりの優しさをということで、はい、で、あの清宮選手との話にもなったんですけど、あ、そうか、そうか、まあ、一緒に、まあ、セ・リーグではないので、うん、清宮選手と、ね、はい、日ハムなんで、うん、って話をした時に日本シリーズで会いたいですと、かーと、いいねまあ、確かに今本当にこう指名されて、今練習も彼も練習してるんで、前向きにこう練習できてるところじゃないですかね。まだこの期間がね、結構大事なのよ、ドラフト以降ね、あのドラフトされてそこでね、しっかり体作っておかないと、キャンプインした時にね、一気にこう自分の体じゃないみたいになる選手も結構いるんだよ、高校生と特にね。まあ、だから今見た感じもしっかり練習してるし、だって頭もね、まだ坊主だったじゃん。普通さ、高校生だったらだんだんね、髪の毛も長くするはずなのに、しっかり中井先生が指導してたんでね、坊主だったんで、それもちょっと
印象的だったね。うん、楽しみがまた増えますね、来年。楽しみだね、早くまたユニフォーム着て、はい、2月のキャンプしてもらいたいね。背番号とかね。背番号何番なんだろう。まあ、背番号の話も少ししたんですけど、まあ、全然まだそんなそんなっていう考えてないです、ね、と言っちゃったんですけど。いやもう始まりますからね、秋キャンプも。始まりますよ。秋キャンプ、秋季キャンプ。まあ秋のキャンプ。秋のキャンプ。秋のキャンプ、秋季キャンプね。はい、大事。もう始まってますね。大事。だからまあキャッチャーの選手はね、キャッチャーはもう中村翔成選手入ってくるってことでやっぱり注目されますんで、うんうんうん、自分たちももっと頑張ろうと思ってやりますよ。うんうん、はい。ということで来週のスポナバでももちろん日南のキャンプ情報もたっぷり、ね、はい、お伝えしますのでご覧ください。あ、そして中村選手にスタジオに来てくださいって直談判してきました。そしたら？うん、もう全然。オッケー。はい。じゃあ出てもらおう。待っております。はい。はい、それではこの辺で。